ハワイを訪れている野田総理大臣は、アメリカのオバマ大統領との会談で、TPP ・環太平洋経済協定の交渉参加を正式に伝えました。TPP の交渉参加に向けて、関係国との協議に入るという、まあ、私の方針をお伝えをさせていただいたと。 日米首脳会談で野田総理が TPP 交渉への参加方針を伝えたのに対しオバマ大統領は野田総理の決断を歓迎すると述べたということです野田総理はアジア太平洋における経済のルール作りをやり遂げないといけないと強い決意を示しました また懸案となっている普天間基地の移設問題では野田総理が移設先の名護市辺野古沖の環境影響評価書を年内に沖縄県に提出する方針を改めて説明しましたこれに対しオバマ大統領は日本側の取り組みを評価すると応じるにとどまりました